はい、いつもジャパンいいね TV をご覧いただいてありがとうございます。今日も来てます、小物釣りやってるんですが、母は絶好調です。ちょっと成果を見ます。よいしょ。釣れてますね。1、2、3、4、よいしょ、でかい。今日のはちょっとでかいし、川の水も綺麗ですね。さっきちょっと会社の人も会って、Y 氏と会ったんですが、はい、まあ今から仕事行くって言ってました。僕はここで釣りを楽しみます。水が綺麗、今日はすごく綺麗。なんかね、僕はこのルアーでね、何か違う魚を釣りたいんですけどね、絶対いると思うんですよね。もうちょっと頑張ります。結構でかいです。大きい。はい、今日はねでかいです。これはでかい、これはでかい、こんなでかい。これ塩焼きできるな。これはい、今日はこれだけ釣って帰りました。でかい、ほらでかいです。はい、これを料理していきます。でかい、これぐらい、全部これぐらいだと塩焼きが良かったんですけど、今日は小さいのもいるから、これちょっと塩焼きじゃなくて揚げましょうか。揚げましょう。
はい、今日はちょっと川魚だったんで、揚げた後甘辛く炊いてみました。で、山椒も入れてるんで、まあ、もともと秋なんで生臭さはないんですが、はい、ちょっとこんな感じで食べてみようと思います。はい、完成です。はやの甘辛煮。はい、それではいただきます。今日は大きい魚が釣れました。まずこれからいただきます。うん、頭もカリカリです。あと山椒の実、これは中国のホアチャオって言うんですけど、それを使いました。だからちょっと口の中が、しびれる感じでちょうど美味しいです。まあ日本でいう山椒煮みたいな感じになってますね。美味しいですね。これならもっともっと釣って、まとめて作って冷蔵庫に保存してた方がいいかもしれないです。これから秋にかけて魚が大きくなりそうなんで、また行きます。これは美味しいです。乾杯。